かなたさん、昨日は本当に大丈夫だったのかなちょっと心配。しずくちゃん、おはよう。おはようございます。かなたさんから連絡ありましたかうんうん、ないよ。多分うまくいったとは思うけど、ドキドキするね。かなたさんの気持ち、うまく伝わってるといいですね。そうだね。そして、はるかちゃんの気持ちも。 カナちゃんに伝わってるといいなはるかさんの気持ちあもうかなたちゃんお店に来てるよ私たちも入ろうふ人ともこっちー早くー <laughs> すっかり元気だねえっとご心配をおかけしましたぺこりよかったうまくいったんですねうん おかげさまで仲良しラブラブ姉妹が復活したよあの結局どういうことだったんですかえっとね怒ってたんじゃなくて寂しかったらしい寂しかった最近レッスンやライブの準備で平日も休日も忙しかったから確かに 一緒にいる時間が短くなってはいたんだよねやっぱりそうなんだはるかちゃんはお姉ちゃんが離れていっちゃうみたいで寂しかったんだねそういうことみたいその分顔を合わせてる時に愛情表現してるつもりだったけどほんの少し足りなかったみたい スクールアイドルとしての活動時間イコールはるかちゃんではなく私たちと過ごす時間だしねそれ盲点だったその発想はなかったの言われてあっとしちゃったそんな確かに私たちは同じ同好会の仲間ですけどはるかさんはかなたさんにとって特別なのにそういうのって 分かっててもちょっとモヤモヤしたり寂しくなっちゃったりすることあるんだよへへえひひかなたちゃん実はすごく愛されちゃってたうーんそういうものですかでも何にせよ解決してよかったです本当良よかったお互い大好きなのに気持ちがすれ違っちゃうのは辛いもんねそれでね 相談に乗ってくれたお礼に二人にも蒸しケーキ作ってきたんだでもここで広げるとお店の迷惑になっちゃうね私ちょうどいい場所を知ってますそこでいただきましょうじゃーんかなたちゃん特製のチョコバナナ蒸しケーキでーすはるかちゃんの大好物だよこれからは お二人の思い出のメニューになりますね。いただきますううーんオーナー。シンプルで甘すぎなくていくらでも入りそう。小学生の時に覚えたおやつメニューなんだ。だからすっごく簡単なの。え？え？何？どうしたの？ かなたさんが元気になってくれて本当によかったなって一時はどうなることかとしずくちゃん本当に心配してたんだよかなたさんの力になりたいですってそうなのかなたちゃんってばしずくちゃんからも愛されてるのえご誤解ですかなたさんがこの世の終わりみたいに暗かったから ほんのちょっと気になっただけです今日だってお店入る前すっごく不安そうな顔してたしそれ普通ですよね人としての真っ当な心があれば自然な反応ですよねしずくちゃんそんなにムキにならなくていいよかなたちゃんのこと好きなんでしょそんな好きとかい,いえ決して嫌いではないですけど <laughs> しずくちゃん素直じゃないな私はかなたちゃんのこと大好きだよかなたちゃんもエマちゃんのこと大好きちらちら、うん、その手には乗りませんからねももも手ごわいしずくちゃんの攻略法は私にもわからないな、うん、しなくていいですさーてお腹いっぱいになったし そそろそろレッスンしに行くじゃあその前に一眠りダメ、うん、寝るのはレッスンの後です起きてください